ちょっと5分遅刻しちゃった。髪の毛乾かしてたら5分遅刻しちゃった。お待たせしました、おはようございます。ハルタンハートありがとうございます。ボックスコウシモさんハットハットハットありがとうございます。チンチロくんキノコありがとうございます。やらないのかと、いや、やりますやります。ハルタンだるまボックスコウシモさんハットありがとうございます。ほら、そうお風呂入った、そう朝最近朝入ることが多いんですよ。もうちょっとそのままディーンって落ちちゃって、あ落ちて怖い皆さんも寝落ちがないようにね気をつけてくださいね。ちゃんとちゃんと寝るとがやっぱ一番いいんだよね。すっきりした状態でね。っのみちゃんの生誕祭よかったですか。あ、昔からおじいさんハートありがとうございます。スノーヒルさんもハートありがとう。うささん秋だね、秋だよ、ありがとうございます。そのうちね気持ちそうなんですよ。だってあ眠たいなって思った時にキーンって寝れるんですよそう一番めっちゃ気持ちいいなって思うと、やっぱねでも一番気持ちいいのはあの二度寝ですね二度寝が一番こうやっぱあの気持ちいいですよね。はぁすいやーってなる。どうなんだけどね昔からおじいさんハートありがとうございます。ハートそうなんですよ。まあ、私の中でやっぱ二度寝が一番最強っていうのね、ありますね。ウィンクして。今日の朝ごはんはあのもう食べちゃったんでだ昨日のお弁当です。弁当とお母ちゃまが買ってきてくれてたピスタチオのあのロールケーキを一切れ食べました。朝から素敵なご飯を食べました。昨日ねお菓子買ったんですよ。お菓子あるのに買っちゃうんですよね。やっぱなんか私って本当になんかあるのに買うっていうのが多くて、いやそれ消費してから買いなさいなって思うんですけど、自分でもでもなんか欲しくなっちゃう。やっぱ集めたがり、集め癖、そうがあるんだなってちょっと思いました。でも昨日買ったのはポテチを昨日ね夜ね事務所でね事務所でマネージャーさんがポテキュップスターを持ってて、それをねちょっと何枚かもらったんですけど、食べたらめっちゃ美味しくて、そうめっちゃ美味しいやんってなって顔ちょろいの顔ってなって買いました。昨日チップスターとプリンクルス、プリングルス買いました。買っちゃいました。買っちゃった。
カシカラおじいさんずっとハートの、あ、もうさ、もうさ、もうハートありがとうございます。チップスターのシーフード味がめちゃめちゃ美味しいです。みんなもかいかいキジジさんハートありがとうございます。カラキちゃんハート、カラキちゃんですよ。え、わかる、新幹線でよく食べるよねチップスターをね。わかる、アルマニア。びっくりしちゃうじゃない。ハロタン、モミジありがとうございます。ナオナオさんハートありがとう。デブニャンハートありがとうございます。すごい、おじさん5000ですか、5000個ハートいっぱいありがとう、ありがとうございます。たくさん投げてくれてね。本当はバレありがとうございます。すごい、めっちゃすごいバーって出てたなと思ったけど、ご覧あの子はいつでも少し風変わり、夢見る人に嘘ばかり、のぞめいた子だよベルは。キジさんバラありがとう。間違えたバラじゃないね、お花ありがとうございます。レムニャうまありがとうございます。おきげいかがしてる、コスモスかコスモスありがとうございます。モサルンありがとうございます。もっと素敵な世界が私を待ってる。パンを売りに来る、ご覧なの子はちょっとなんだっけ、もう歌詞が全く覚えてないんだよね。なんだっけな、ミセスガストン、ミセス考えられない、あ、そうだね、もっと素敵な世界が私を待ってる。ツーとか、あの生かしてるガストンみたいな、あれあ、覚えてないわ。この間まで見てたんですけどね、美女と野獣。なんだっけ、パンダハートありがとうございます。私はアニメの方が好きなんですよ、実写より。でも
なんか実写見たら、あ、実写もいいなって思います。ふける娘いた子だよベルは。おはよう。あ、ちょっと今似てた、なんか同人。あ、大変、シミかしらみたいな。すぐに拭いておかなくちゃ。もう捨てられてない。素晴らしい物語。オズオズと触れ合うわ、弓と弓。少しずつ。ちりちゃんハートありがとうございます。モンさんレムありがとうございます。愛の扉。私はそうですね、ジブリかディズニーどっちかって言われたらディズニーの方が私はそうですね、やっぱ見ちゃいますね。ちょっとやっぱジブリの、あの作品って本当に素晴らしいものたくさんあるんですけど、なんかジブリはなんかやっぱちょっと自分よりかはやっぱディズニーの方がちょっとなんか夢見る乙女みたいな感じで、よく見ちゃいますね。スノヒルさんハートありがとうございます。優しさが開いてく愛の扉。昔からおじいさんハートありがとうございます。スノヒルさんコスモスありがとうございます。アジみんなは何が好きですか、ディズニーだったら、ディズニー作品だったら何の作品が一番好きですか。キジジさん昔からおじいさんありがとうございます、ね、ディズニー行きたくなるねこれね。あ、昔からさんまたずっとめっちゃ投げてくれてる、ありがとうございます。ラプンツェル、レミーと美味しいレストランだって。え、本当？私レミー見てたよこの間、昨日、一昨日、昨日あれそう、レミーのねやつね、シンデレラにしとこレアニンアラディンシリーズさん、コスモスありがとうございます。デブニャンダールマありがとうございます。でもね、私もね、なんかどれって言われたらなんかわかんないよね。でもやっぱシンデレラが一番好きかなと思います。あ、ニモ！ニモ！え？ニモ懐かしいね。バグズライフ夏それディズニーだよね。やば、バグズライフ夏いわ。あった、そんなやつありで、あり、あー、リロ&スティッチ。今は、ちょっと待って、なんで、
お花ようこそいとこたちアロハイコモンマイアロハイコモンマイ終わったふさん綺麗だよありがとうございますってむにゃんぬありがとうございます。マナーさんハルタンハートありがとうございます。おはいこまんまい。キジさん魔法いや帽子ありがとうございます。昔からおじんさん、ポンターハルタンハトありがとうございます。ハト今日はどういったお洋服を着て聞こえかがかかしらちゃんかがかがかがかかしらね。今日はね今日夜からあのお仕事があるんですけど、夜からお仕事があるので、でも夜以外にも今日はねあのお昼から外に出るんですよ。なんでかって、なんでかというとあれご飯食べに行ってくるご飯食べてくるから、そうお豆で私服紹介してお家だって。え需要ある私の私服紹介嬉しいけどね。昔から実はずっとパッと当たったハート投げてくれてる、嬉しい、ありがとう。外食行ってきます。今日はピッツァ食べてきます。ピザですよピザ。カフェ巡りねめっちゃしましたよ。あの淡路帰ってる時に淡路のカフェも行ったし、神戸のカフェ結構行ったわ。ピザふさんコスモスありがとうございます。とアッキーセブンさんキノコラムニャン小判キジジさんかわいいありがとうございます。わがめっちゃ薄い。やもうねすごいボリューミーでね、何がボリューミーかっていうとね、あのレタスがすっごいボリューミーなんですよ。もうレタレタス半分入ってるみたいな、半玉入ってるみたいなぐらいめちゃめちゃボリューミーでした。ほな俺も昼ご飯ピッツァにしよう。おいいですね、みんなでピッツァ食べましょうかね。何頼むの？なんだ。え？でもディナーも食べたいし、ディナー？ご飯物も食べたいけど、そのケーキ類も食べたい。やっぱカフェといったらなんかケーキというかスイーツと感じもするから、うん。でもなんかカフェとかのオムライスとか食べるのも素敵。素敵。って思う。だからおじいさんずっとハート投げてくれてる。名古屋のカフェ、そう名古屋もねそう行きたいんですよ。カフェ巡り、カフェ巡り、うん、なんか食べ歩きとかよく見かけるので本当に、から今度調べて名古屋行ってみたいなって思います。ささんもハートありがとうございます。
表参道、表参道もいろいろあるんですか。あ、表参道もよく見るわ。東京がねやっぱ多いですね。なんかそういうおしゃんだったりとかインスタ映えのなんかやつとかよくあるような気がします。ハラタン、コスモスありがとうございます。シャレオツだね。私はコーヒーは飲めます。え、飲もうと思えば飲めます。全然ブラックね。でも甘い方が好き。甘くないとちょっと嫌だなって感じ。ヘタレカフェ、あ、どうなんだろうね。ヘタレカフェできたらいいね。確かに名古屋行ったら普通にご飯食べそう。カフェとかよりはなんかやっぱ味噌カツだっけとかやっぱね、あるからそっちをちょっと食べたくなるかも。あ、あ、きしめんも食べたい。今のも見てくださいましたか。ありがとうございます。サイクリングしてましたね。あんまつソースはあんトースト、あん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 、あんトースト食べたい。名古屋はデカ盛りの設置、え、そうなの。それは初耳、初耳ですね。へー、行きましたか。昔カラオジンさん、すごい、ありがとうございます。ハートー、ハートタワー。こんなに大好きあなたのすべて僕をね。I love you. 明日世界が終わってもふわふわ揺れているベイビーか。間違えた、ゆらゆらだった。ラルルン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 。ちーちゃん、ポンターハートダム、ハートありがとうございます。僕の願いを届いて I love you だ。ストヒルさんもサルありがとうございます。拙者お絵方と申すは、お立ち会いのうちにご存知の方もござりましょうが、お江戸を立って二十里上方総州小田原一色町を過ぎなされて青物町へ上りやおいでなされれば、欄干橋虎屋道右衛門ただいまは手はついたして円斎と名乗りまする。岩町より大津ごもりまでお手に入れまするこの薬は、昔陳の国の当人ウイロという人我が町へ来たり、帝へ三代の折からこの薬を深く込め置き、持ち得る時は一粒ずつ冠の隙間より取り出す。よってその名を帝よりかな当鎮香と賜る。すなわち文字にはいただきすく匂いと書いて当鎮香と申す。なんだことのほか世情に広まりかな、なんかあったんだけど忘れちゃった。方々に偽看板を出し、いや小田原の灰田原の三田原の隅田原のといろいろに申せども、ひらがなを持ってウイロと印氏は親方円斎ばかり。もしや、あ、違う。熱海か遠野沢を追いなされるか、または伊勢三宮の利からは必ず角違いなされまするな、みたいな。お登りならば。それちょっと待って、結構飛ばさん、あ、いや違うか。
お登り ならば右の方、お下りならば左側、八方が八つ棟、表が水棟、逆道作り、破風には菊に霧の塔の五門五社名あって、啓通してってて啓正しき薬でござる。ファイヤーファイヤーちょっと覚えてないわ。もうブグバグブグバグミブグバグ合わせてブグバグムブブグブグブグあの投げ石の長投げネタはタが長投げネタぞとかあったの、ちょっと覚えてないや。向こうのゴマ柄は絵のゴマ柄か、あれこそ本の孫ま柄、絵のゴマ柄か孫ま柄か、あれこそ本の孫ま、ガラピーガラピー風車、おきゃがれおきゃがれこぼし、おきゃがれこぼし、ゆんべもこぼしてまたこぼした、タープポポタープポポ、チリカラチリカラツッタッポタッポタッポ、一丁だか落ちたら煮てくを煮ても焼いても食われるものはごとく鉄球金熊同士か、え石熊石餅トラクマトラケスもうちょっとやばい、覚えてないや、だいぶ今なんかニュアンなんかふわふわっとした感じでちょっとやってました今、すいません。モンさんブラボーありがとうございます。てうにゃん、うまモンさんうまありがとうございます。そう弱音でやってたんです。これマクスコシモさんハートありがとうございます。ジャブニャンうまポンとハートありがとうございます。親貨幣子貨幣親子貨幣親貨幣フルクリのフルクリフルクルフルキえなんだっけ、まるでスタバの血を長くてね。ふうさんキノコありがとうございます。ふう切り口今日のみゆちゃん頭いい人みたいだっていつも頭良くないみたいな言わないでよ。そんなことないでしょ。刀剣太郎くん、トンボありがとうございます。このバいや、ダークモカチップクリームフラペチーノの、グランデ一つ、ぽかぽかさんかわいいありがとう、てふにゃんこわありがとうございます。素敵な世界、かゆいんですよ、なんか。だんだんもうここのさ、あざが、このね、あざがすごい、痛々しい、痛々しいあざになってます。その虫刺されの方がね、すごいカイカイなんですよ、ずっともう。カイカーなんだっけ、カイカイ。はい、では、私の配信はこれにて終わろうかなと思います。
キジジさんハートありがとうございます。はい、ということで、皆さん配信をご覧になってくださってありがとうございました。今日も一日ね、皆さんもいろいろ大変かもしれないですけれども、一緒に頑張っていきましょう。では、13位、ペパミン12位、ヨコボコさん11位、ハロタン10位、焼きそばさん9位、スノーヒューちゃん8位は、おっと買いました、買いましたよ。そしてペパミン12位、ヨコボコさん11位、ハロタン10位、スノーヒューさん9位、ナオナオさん8位、焼きそばさん7位、フーさん6位、アキーセブンさん5位キジジさん、4位フッサン、そして第3位がモンさんです。ありがとうございます。第2位がポンタ、ありがとうございます。そして本日の第1位はハートとはありがとうございます、昔からおじさんです。ありがとうございます。はい、ということで皆さんありがとうございました。また、明日も朝配信ぜひ見てください。ありがとうございました。今日も一緒に頑張りましょうね、一日乗り越えましょう。髪が、さあ皆さん